はい、ということでね、久々の、製品レビューになります。今回紹介するのはね、バーストヘッドさんオリジナルのスマートハイダーですね。はい、これね、先月だったかな、発表されてようやっとね、一般販売開始されたんで、買ってみました。ものとしてはね、ハイダーなんですけど、まあ出口ですねに、テーパー加工してて、でまあポン付けでね、飛距離と命中精度が良くなるっていうんでね、ちょっと面白そうだなと思って買ってみました。で、まあ簡単にね、説明していこうと思います。ちなみに、検証はですね、後でするつもりなんですけど、まずね、電動ガンですね。せっかくなんで、まあ ARP のね、バーストヘッドの限定モデル使ってみようと思います。で、それだけだとね、面白くないんで、次にね、ガスガン。はい。まあこれね、中身装甲みたいなものなんですけどね、ノブリッチの SSX303 ですね。これで、ガスガンは検証します。まあブローバックあっても良かったんですけど、やっぱりブローバックってね、差が出てくるんで、まあブローバックなしのね、ノーブローバックのガスガンで試してます。で、最後に、僕がメインで使っている銃の1個ですね、 SSG10 ですね。エアコキの方でこれもね、試しています。まあ、この3つ検証するとね、いろいろ銃使っている人誰でもね、なんとなくわかると思うんでね、ちょっと試してみようかなと思います。じゃあまずね、最初簡単にね、開封からやっていこうと思います。はい、ということでね、早速開封してみようと思います。パッケージはね、いつものこの袋タイプで、中にね、紙の説明書が入ってる感じですね。個人的にはこういうパッケージ好きですね。箱のね、こだわりがあるのもいいんですけど、結局ね、最初だけなんですよね。なんで、こういう風にさっぱりしてる方が個人的には楽だと思います。はい。で、入ってるのは、ハイダー本体と、で、説明書ですね。はい。で、価格がね、ここに書いてるんですけど、ロングですね、今回買ったのは6800円になってます。あと、ショートって言ってね、気持ちね、短いのが売ってるみたいですね。まあ、どうせなんでね、ロングを買っています。で、説明書を置いといて、これがハイダー本体ですね。こんな感じで、先がね、割れてるタイプのやつですね。はい。で、表面はね、脂肪加工してて、まあ、変なね、反射もしなくて、おもちゃっぽさはちょっとね、少なめになってます。はい。で、取り付けもね、すごく簡単で、まずね、ここのね、先端の部分ですね。ここを逆ネジになってるんで、ね、ちょっと緩めます。こんな感じで緩めていくと少しずつ伸びてくるんで、こんな感じで伸ばします。で、もうこっち側にね、逆ネジで、まあ、今手元にね、SSX があるんで、それにね、まあ、ねじ込んでいくだけっていう。こんな感じでねじ込んで、まずはね、最後までねじ込みます。で、ねじ込んだ後に今度はこっちをねじ込んで、当たるとこまでね、締め込んでいく感じですね。で、ここにね、マイナスのね、切ってくれてるんで、まあ指が入んなくなった場合とかはコインとかでね、回してやればいいと思います。とりあえず今仮付けなんでね、手である程度締めていこうと思ってるんですけど、こんな感じで締め込んでいきます。はい、これ密着しましたね。ここでカチッと止まったんで、これでね、出来上がりです。はい。こんな感じで3面になってて、見た目もね、悪くないですね。はい。で、もうあとはね、これでおしまいです。で、これで、まあ、飛距離と命中率が上がるっていうね、ものになってます。はい。ということでね、さっきつけたやつまた外しちゃったんですけどね。まあ、これがね、なんで、飛距離アップとか集団性がアップするのかっていう話なんですけど、まあ、単純にね、このハイダーのね、この先がテーパーになってるんですよね。まあ、昔からテーパーバレルとかってあるんですけどね。で、まあそのテーパーについてはね、今からざっくり説明しようと思います。まあ図を使ってね。で、まあそのおかげでね、
テーパーがあるおかげで、まあ、気流の乱れがないから、BB 弾にね、ブレがまあちょっと少なくなって、まあ、集団性が良くなるっていうのと、あと、まあ、エアのね、効率がね、まあ、うまく伝わるから、まあ、飛距離もちょっとアップするっていうようなものになります。で、ちょっとね、図で簡単に説明しています。はい、ということでね、かなり雑な絵なんですけどね、ざっくりね、描いてみたんで説明していきます。まずね、赤い線が、バレルの断面図表してます。で、青い線が、まあ、エアの流れですね。で、上側が、まあ、テーパーなしって書いてるんですけど、まあ、基本的にテーパー切ってないノーマルのバレルですね。で、下側が、まあ、テーパーを切ったね、バレルの、イメージを書いてます。で、かなりね、ざっくりした内容になります。まあ、細かいこと言うとね、かなり長くなっちゃうんでね、本当にざっくり書いてるんで、まあ、で、ざっくり書いてるからこそね、ちょっと実際とは違う部分とかもあるんですけどね。まあ、こんな感じなんだっていう程度で、まあ、聞いていただけたらと思います。じゃあ、まずね、上のノーマルのテーパー切ってないバレルから説明すると、まあ、BB 弾を打った時ですね、こんな感じでね、エアのね、流れ見てもらったらわかるんですけど、ちょっとね、内側に戻ってくるっていうんですかね、流れがあるんで、まあ、乱流っていうんですかね。まあ、それで、BB 弾がね、ちょっと触れちゃうんですよね。それによって、まあ、命中精度をね、弾がまあ、右に行ったり左に行ったりとかって若干ずれて、まあ、命中精度がね、若干下がるっていうような感じになります。で、この流れは基本的にね、タイトバレルをイメージして書いてます。まあ、タイトバレルっていうのは 6.00 から6.05 ぐらいですかね。のバレルがね、こんな感じになります。で、普通のね、箱出しの電動ガン打っててそこまで感じないよって思う人もね、いるとは思うんですけど、それって、バレルがね、6.08 ぐらいなんですよね。で、6.08、だいたい丸いの純正バレルとかがそんな感じで、それになってくると、この戻ってくるエアの量がちょっと減るんですよ。まあ 6.08 が一番まあバランスが取れてるじゃバランスが取れてるバレルになってて、まあその辺の関係でね、あんまり感じないよっていう思う人が多いとは思うんですけどね。で逆にルーズバレルですね。6.10 から6.2、6.3 もまあ海外であったかな。で、タイトバレルと違ってね、ルーズバレルっていうのは逆にね、BB 弾とバレルのね、隙間が、まあ内径がね、大きいんで、エア側をこう BB 弾を包むような感じでね、出るんですよね。なので、乱れが少なくて、まあ集団性というかね、エアの効率も良くなって飛距離もアップするっていうものなんですけど、代わりにね、まあエアがね、横から抜けていくんで、初速が低下するってものになります。はい。で、次、下ですね。で、テーパーありになると、まあ、エアの流れがね、こんな感じになっちゃいます。まあ、これによってね、乱流が起きにくくなる。ということで、まあ、飛距離も多少ね、伸びるし、まあ、集団性もね、多少良くなるっていうようなものになります。まあ、この多少っていうのはね、ものによったりとかして違うんで、多少とは言ってるんですけどね。で、まあ、メーカーさんとかによってね、このテーパーの角度とかも、こだわりがいろいろあってね、いろいろ変わってくるんですけど、まあ、そこまでね、人が体感できるっていうのかな、ゲームとかで体感できるほどの差はね、そこまでないです。まあ、そんな感じね、ざっくり説明したんですけど、これをね、バレルじゃなくて、ハイダーでやろうってやったのが、まあ、今回のね、スマートハイダーになります。なので、まあね、体感、まあ、銃によって違ったんですけど、飛距離で言うと1から5メーターぐらいの差が出て、で、集団性もね、結構、良くなりました。まあ、ちょっとこれからね、動画アップするんですけど、それと比べてね、ノーマルと比べて、パッと見ね、分かりづらい部分はあるんですけど、個人的には良くなったと思ってます。で、あとね、使った SSG10 は、バレルをね、ちょうどこの当日に変えて、微調整一切せずに、あえて打ってます。で、ARP556 と、
SSX303、 この2つはライトチューンですね。スプリングとピストンヘッドでパッキンを変えたぐらいの、カスタムになってます。なのでまあ差がね分かりやすいかなと思うんで、まあこれからちょっと見てみてください。はい、ここからねレンジ検証になります。303はドノーマルですね。特にチューンはしてないです。まあ、ガスなんでどうしてもねちょっと不安定な部分はあるんですけど、そこそこはまとまってはいます。ただ飛距離がちょっとね足りてないですね。でたまにフライヤーが出ます。で次はハイダーありですね。ちょっとね柱より横になっちゃってるんですけど、ほぼほぼね同じラインに飛んでます。で飛距離も少しアップしてます。ちょっと弾道はね ARP と303両方ともちょっと上気味に打っちゃったんでね、山なりになっちゃってるんですけどね。でこれは556でライドチューンですね。パッキンと、ピストンヘッドでスプリングだけを交換します。まあ25とはいえね、やっぱ 50m になると左右に結構ちっちゃうんですよね。で続いてハイダーありです。まあやっぱりねどうしてもちっちゃい部分はあるんですけど、ある程度ねさっきよりはまとまって同じ位置に、ね、飛んでいくようになってます。で SG10 はそこそこチューンはしてるんですけど、バレルとねパッキンを変えたばっかですね。まあ今までショート使ったのをロングに戻してます。バレルはオルガさんですね。ノーマルでもね、そこそこまとまってはいるんですけど、やっぱりね、中心の柱にあって左右にちょっと散っちゃってるんですよね。はい、で続いてハイダーありです。綺麗にスーッと飛んでいくんですよね。まあ、今のはちょっと右にずれてます。まあまだねチューンがっつりしない状態でこうやったら十分だと思うんですよね。はい、ということでね、ざっくりですけどレビューをやってみました。で最後にね感想を言えたらなと思って、この動画撮ってます。なんかちょっとね内容はもうサクサク進んでてね、ざっくりしか説明してないんでね、ここが分かんないとかっていうのがあれば、まあコメントいただければ返答はしますので、まあ何かあればねコメントしてください。はい、でまあ今回ねバースヘッドさんのスマートハイダー買ってみたんですけど、これかなりね個人的にはお気に入りです。まあここ数年の中の商品でね、一番ヒット商品ですね、僕の中で更新されました。はい、まあ何がいいかってね、ハイダーってところですよね。これ本当よく考えてると思います。バレル、さっき言ったねテーパーバレルだと結局銃ごとに買う必要があるんですよね。まあ例えばこの ARP の556とかだったら、テーパーバレル一番安いやつでも5000円6000円ぐらいするんですよね。それに対して、ね、6800円で逆ネジさえついてればつけれるっていうのがね、かなり大きいところだと思います。コスパいいと思います。で、ね、例えばゲーム5から他の銃使おうってなった時に、まあもうすぐにね、変えれるんでね、ここだけで。ハイダー変えるだけで、その性能が引き継げるっていうのはすごくいいことだと思いますね。で、見た目もね、よいしょ。三つ股のね、ハイダーになってるんで、大概の銃に合うと思うんですよね。まあ、よほどのね、リアル派じゃない限りは全然使えるハイダーだと思います。はい。あえてね、動画にしてないんですけど、今一番メインで使ってる SSG の96。あれがちょっとね、今不満が出てたんですよ。あと飛距離2メーターぐらい欲しいっていうのと、
あと今 50m のヘッドショットが10発中7発か8発ぐらいの精度あるんですけど、今もうちょっと精度良くしたいなと思ってて、まあ、というのも今メインで使っているレゾネートさんのね、50m、40m 先の木の隙間を狙いたいって時がたまにあるんですよ。で、やっぱ何発か打ち込んで外しちゃうと逃げられちゃうんでね。で、そういう時にもうちょっと精度欲しいなと思ってて、昨日試しにつけてみたんですよ。これをね。そしたら、もう一発で解消しました。うん。だから、ほんとね、嬉しい半分、悔しい半分って感じですかね。なんで、ある程度自分、まあ、ショップでもいいんですけど、チューン突き詰めて最後の一押しが欲しいって時はね、これつけると幸せになるかもしれないですね。あと、まあ、幸せになれるのは、箱出しの銃使ってる人ね。チューンは特に考えてないけど、もうちょっと、性能、集団性と飛距離欲しいよって人にはすごくいいと思います。はい。まあ、もちろんね、ライトチューンとかでも効果はあるんですけど、まあ、その二つですね、最後の一押しが欲しい人と、箱出しの人はものすごい、幸せになれると思います。はい。で、まあ、欠点じゃないんですけどね、製品の、何ですか、性能には全然関係ない部分なんですけど、2点ね、ちょっと改善してくれたら嬉しいなと思う点があって、一つが、この取り付け方ですね。ここ最後まあ、真ん中の部分をね、ねじ込んでいくんですけど、マイナス切ってるんでね、コインで回せばいいんですけど、まあ、できればね、最後まで手でね、できるようになると嬉しいかなっていうのが1点。で、もう1点が、これもね、仕方ない部分なんですけど、これ、3D プリンターで作ってるんですよね。で、結構、構造が複雑なんで、生産がね、ちょっと遅いっていうところですかね。大量生産に向かないっていうのが仕方ないところなんですけどね。があるんで、これがもうちょっとね、なんていうんですかね、生産が増えたら嬉しいかなってところですかね。まあ、すでに僕もリピートでもう一個買おうと思ってるんですよ。さっき話した SSG96 はもう常備で付けとこうかなと思ってるぐらいなんでね。まあその2点ぐらいですかね。ほんと重箱で住みつつくような話なんですけどね。で、性能には関係ない部分なんですけど、まあその2点が改善されるとさらに良くなるかなっていうとこですかね。はい。まあ感想もそんなとこですかね。うん。まあほんとね、かなりお気に入りの商品になりました。はい。まあこれはね、他のパーツ以上にね、自分で使ってみたら、使ってみないとわからないっていう部分が大きいと思うんでね。まあ特に銃の銃とかって人によって違うじゃないですか。だからもしかしたらその銃が本当極限までチューンされてたらね、差は出ないかもしれないんですけど、まあ、それでもね、実感できる部分もあると思うんですよね。まあ飛距離なり精度なりね。なんでまあ気になる人はね、ぜひぜひ買ってみてください。まあさっきも言ったかな、概要欄にね、リンクとか貼っておきますんでね、気になる人は一回見てみてください。はい。まあ、ということでね、今回の動画はまあこんな感じで終わりにします。まあ、こんな感じでね、製品レビューとか、まあ、ゲーム動画をね、たまにアップしてるんでね、よかったらチャンネル登録お願いします。ということでね、今回の動画はこれでおしまいします。ご視聴ありがとうございました。